販売屋さんセールスということで、妨害が入ってきまして、人間たちがね、私がまともに稼ぐことをみんな犯罪と言ってくるんですね。それで妨害してきます。で、警察もね、人間の警察もこれ犯罪だって言ってきて捕まえようとしてきますね。あの仕事でね、少しでも利益が取れるようになってくると、そういうことしてくるんですね。で、これ単独で一人で言ってんじゃないんですね。人間のバックで全員で言ってますから、必ずね。で、人間はだから何回も言うけども、話したり聞いたりする知能はないんですよ、単独では。団体のバックのノウハウをでね、仲間と相談しないと話せないですね。また宇宙生物ですね、ということで、まあただね、人間がそのバックの人間たち使ってる時は力あるんで、よく聞かないといけないんですね。聞くってはそれに対して対策を話したこと聞くんじゃなくて、それに対して私の方で勝てるか負けるかということで、ね、計算しないといけないわけですね。で、嘘で例えば私が稼ぐ、ね、ようになると、それを犯罪と言ってきて、泥棒だと言ってくるわけです、人間たちはね。で、そういうでっち上げのね、犯罪じゃないわけです、ね、私が稼ぐことを人間たちは犯罪と言うわけです、ね、少しでも1円でもね。で、人間が結成してくるわけですね。とにかく妨害なんですけど、人間たちはね、上の生物なんでね、私はね、本物貴族なんですけどね。で、周りで人間たち作ってる貴族ってのは全部偽物ですね。人間たちが大統領ということで作ってるんですね。で、人間のね、能力っていうのは半兆ぐらい、給料2倍ぐらいなんです、どんなにね、頭良くなっても。ただ団体が頭のテレパシーでね、言うとね、しっかりした話ができることがあるわけですね。だけども、その人はアナウンサーでしょ。だから、情報を仲間からね、そうやって話してるだけで、その本人はだから、パークリンなんですね、やっぱりね。人間たち、あとは、せいぜいよくとも2倍ぐらいなんですね。だから、それで話すんだけども、全体ではね、だから、あと全体ではね、人間たちは自分たちで、ね、生活できないんで、上の悪い宇宙生物に従って働きます。だから生産とかね。で、人間たちで動くとめちゃめちゃになるんで、単なる強肉食生物なんで、働くことできないんです。頭使うことできないんです。働くことね。だから、私の敵である上の知能の生物に従って働くんですね。に教わって。ね。で、その舞台で生きてるわけですね。で、それは自体は人間たちを まとめて私の敵なわけですね。人間と人間が聞いて教わって働いてる、ね、上の知能は敵の宇宙生物なんですね。それが人間たちをと一緒に生きてるわけですね。で、それに対してね、だから今話しましたけど、 YouTuber テレビ見たらまたね、盗みの仕事 し始めてやんのかとかね、いうふうに頭でね、まあ、口でも言うことはあるんだけど、 YouTuber がまたテレビ見たら、ね、そういうことを私に飛ばしてきたんですよ、ね。で、まあ、人間というのは上の生物なんで、私一人しかいませんから、ね、味方いないんですよ、地球ではね。だから人間全員が対抗してくるんで大変なんだけど、上の生物なんで、生物って宇宙全体で生きてるんでね。ね。で、それでね、人間100億人と対抗してるわけですね、一人で。あんまり近づくと、人間と近づくと危ないわけですね。ということで、今、仕掛けをしてますね。投資の前もって、土日ですね。ちょっとうるさいですけども、24時間分析してますけども、まあ、そういうことでね、大きい妨害が入ってきますけど、人間っていうのはね、
すごい知能が低いものなんですね。ただ道具を使う肉食生物なんですよ。今日肉食生物なんです。だから危険、最も危険なんです、人間っていうのはね。で、人間誰でも話してもパークリンなんですよ。で、テレパシーで義務教育、カンニングしてじゃないと義務教育も卒業できてなくてね、私のように自分で覚えるような生物じゃないんですね。知能低くてみんな、人間ってね、総理大臣だろうと、教授だろうと、大学の先生だろうと、みんなそうなんですよ。で、本人は700年後に分かるぐらいのことで動くんですね、なんでもね、頭悪いんで。実際のこと分かんないんです。だから団体の頭で生きるわけですね。まあ、そういうのと、人間と、この地球環境は多いんで、付き合いしないといけないわけですけども、あんまり接するともう人間は今日肉食だからもう話的にはもう盗むことしか話してこないんですね。強奪とかね。だからチャンバレになるんであんまり話すことはできないんですね。強制的に、ね、人間たちを抑えてね、ちゃんと仕事させる。ね。電車の切符売ってくれないわけですよ。普通はね。上の生物なんで、ね、で役所の手続きでも住民票もらうにもしてくれないですね。これはなぜしてもらってるかというと、強制的にやらしてるんです、上の生物が。私の方でね、手続き しなければ殺すぞと、ね、税金払ってんだから、ね、死刑だぞということで、で本当に死刑にするわけです、もしやんなかったらね。で人間全体がね、組んできますから、人間全体を抑えるわけでね。そうやって何度も何度もやってね、電車の切符を売ってもらう。